はい、どうもすみません。今回はですね、これはね、ウルゼのね、白髪吹雪使ってね、スコアアタックやっていこうかと思います。はい。さて、やるか。最近ちょっとね、体調が悪くてね、あんま動画撮る気になんなかったんだけど、まあ一応やろうかなと。まあ一応ね、ホロライブコラボだし。で、行きましょう。まあメンツは、まあ、ほぼプリチーのガチパ。ペコラが若干混じってる感じ。マリン船長で使おうかなって考えたんだけど、吹雪もそうだし、マリン船長もそうなんだけど、あれなんですよ。真ん中にすると、BGM かかって著作権かかるんですよね。そう。スコアタックでさ、BGM がないのちょっと悲しいじゃん。なんか、このフィーバーのさ、出てくれて、あれじゃん。あれさ、ないじゃん。ね、そう、あれがないのちょっと嫌だなと思って、アミティナイスすぎないか、今のマジで。アスカ行けよ。お前、クソ女が。頑張ったけどさ、白髪吹雪はね、もう完全にね、サポート特化の性能ですね。はい。ちょっと待って、これ。降って、デカップに降ってくると、技を貯めるなので、まあ、シンプルに俺が好きなような性能かな。シンプルに。これいくやん。で、雪化粧を。あ、今回マリン船長を使う人は、ちょっと待って、フレアに刺した方がいいかな。フレア、勇ましい族なんで、不気味有利子族になるんで、ダメージ若干あります。若干だけどね。逆にノイルに攻撃しちゃうと、ダメージ下がっちゃうんで、そこ注意かな。まあ、これ、俺、毎回さ、2体キャラがいて、種族持ってる時には絶対言うことなんだけど、まあ、結構重要なんだよ。あとは、だから、ペコラとカチカチ、フリストソゲカチカチじゃなくて、ゴールデンカチカチ、あれとかのスコアアタックでやる人も多分今回いるとは思うんだけど、それとかもフレアに刺した方がダメージさらに伸びるんで、おすすめっすね。でさ、これ、ところでどっこいさ、これ、吹雪溜まるかな？怪しすぎない？これ、ちょっと待って。これ大丈夫かな？あ。あ、一応溜まりましたね。一応ね。なんかちょっと失ったものがでかすぎる気がするけど大丈夫かなこれ。あ、ナイス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 。ちょっと待ってね、これ大丈夫かな。はい、間に合いません。あと地味にちょっとね、地味にちょっとだけ嫌な点はね、白髪吹雪とね、ペコラがね、若干見にくいんだよね。どっちともほぼ白髪だから。まあペコラはね、ちょっと細かく言うと、あれなんだけど、水色なんだけど、プリで見るとね、ほぼ白なんだよね。ほぼ白髪だから、結構見にくい。ってことで行きましょう。そう。いいね。一発100万ぐらい出るのか、強いな。100万以上出てるのか、なんなら。危ねえ。そうだね、一発100万以上出てるね。やっぱ強いね、灰原。ハイバラとかさ、まあ、あとく、鎧かぶと不動魔とか持ってる人ならさ、分かってもらえるかもしれないんだけどさ、種族効果アップのタップ技のさ、威力強すぎてさ、他のキャラ使った時、あれなんか威力低くねって思う現象、俺だけじゃないはず。俺だけじゃないはず。あれの現象さ、直す方法ない？無理か。中毒だもんな。ギャンブルみたいな中毒だもんな、言うてしまえば。直らねえか。まあね、こんだけ強いから逆に使わないという、使わない理由がないんで、アルルと違って。アルコールなんかはね、人間やめた人が使うんで、はい。でも今回は、アルコール使えないんでね、まあ、比較的平和なスコアアタックと。まあ、個人的にブルジョワを解除してもいいと思って思うんだけど、まあ、多分、スコアアタックね、で、アイコン欲しい人が取りやすいようにっていう意味で、まあ多分ロックしてるとは思うんだけど、それに俺を一つ強いて言うなら、あれなんですよ。なぜヤマタンじゃなくて、ライザー、なぜヤマタンに、まあ、なんだ、バッチというかさ、なんか条件つけてるけどさ、なぜライザーにつけないのかちょっと僕わかんないんですけど、ライザーにつけときゃあれ。別にライザーが、そのさ、つけないとダメってキャラではないんだけど、ちょっとそれだと、ブルジョワになんでつけるのっていうのはちょっとあんま噛み合ってないような気がするけど、まあ、しょうがないってしょうがないか。あれ、ヤマタン解除して、ライザー入れたら、まあ、結構良さそうだけどね。仮に、
今回ライザー使わないんだったら、あれ待って、今46サイズだったよね。俺見逃さなかった。46サイズだよね。うん。無理だわ。今回ライザー使わないんだったら誰が一番伸びるかな。マリンとアヤメかな。あの4つ生成の。あれが一番伸びそうである。うん、なんか久々にさ、俺4つ生成やったんだけど、バカむずくね、あれ。ゲロむずいんだけど、マジで。んで、バカみたいにミスった。やべ、どうしよう。待って。あぶねえ。あ、でもこれ、普通にハイバル打ってよかったかもしんない。吹雪打つ必要なかったかもしんない。うん、だね。打つ必要なかったね。でもこれ、ワンチャン間に合う。はい、フラッグ解消お疲れ。はい、お疲れ様です。あ、当たり120億出てる。いいね。強い。これハイバル繋いでフィーバゲ稼ぐよ。稼ぎすぎるってやばいんだけど。だから言ってんやん。よし、まあいいんじゃねえの。ペコラ頼むよ。オッケーオッケーオッケー、素晴らしい。うわ、これ素晴らしいな。さすが、さすがやん。いや、やっぱコラボだから気合入ってんね。まあ、アスカも今回はね、アミティ溜まってなかったから許すわ、今回は。まあ、白髪吹雪で貯めようと思えばできたかもしれないけど、でもあのピンチになった時にね、あの打てるという利点はでかいんで、まあ、今回は許すわ。さすがにこれで切れたらおかしいからね、俺が。さすがに今回は俺が切れたらおかしい。あれ、自分を膨らましてたら問題なんだけど。どうしようかな。こっち行くか。うん、いいね。白髪風紀膨らます？膨らますか。どうすっかな。待って、これ気づいた。白髪風紀がいない。これ、ワンチャン消えないで。あぶねえ。バックアップねえ。またどうしようこれ。あぶねえ。質問です。この吹雪はあの膨らむの間に合うでしょうか。間に合うというか、ハイバル打つの間に合うでしょうか。アンサーたまりませんでした。お疲れ様です。もうやばいって、やばいって。さっきからこれやん。もうさっきから間に合いませんでしたがもはや答えやん。これ違うんだよ。間に合わせたいんだよ俺は。どちらかといえば、どちらかといえばでね、誰でもが思うことよ、間に合わせたいのは。やばい。吹雪とペコラが見にくいパート2や。ナイスフリー。もう止まっていいよ。もう止まっていいよ。聞こえなかったのか。あぶね、大パンかますところだったまで。やべえ、ちょっとこれ待ったら、あぶね、あぶね。あぶね、BGM 流れてるこれ。あー、スコアタックでも流れるのか、これ。デフォルトで流れるのか、きつい。これ著作権引っかかるかもしれない。著作権引っかかったらドンマイだわ。まあ、給料化してないから別にかかってもいいんだけどさ。でかかってもいいっていいんだけど、まあ、やっぱね、前にも言ったことあるけど、できる限りね、あのやっぱかかりたくないものですよ。何事にもね、必要かわかんないけど。やっぱね、かからないようにできるのであれば、かからないようにしときたいので、7サイズ。やべ、あと5秒。これ、あれ、これラストやん。やべえな。青だったわ。ちょ待って、あ、見たかもしれない。危ねえ。あ、ナイス、ハイバラ。これ、そろそろ白髪吹雪いっていいかな。これでいいかな。で、あー、ちょっと待ってね。これ多分消えないはず。 OK。 これで、ナイス。どうしましょうかね。あぶね。どうしよっかなこれ。あー、ハイワラ膨らまして、
悪くないんじゃない？これは普通に行くか。で、また下。ちょっとサイズちょっとだけ作って。あー、降ってこねえか。さすがにきついか？ハイバイ、思ったより消えたな、今の。あ、やべえ、秒数ゼロになった。これ終わった。あー、終わっちゃった。あーでもかなりスコア出たな。300くらい出たんじゃない？ナイス、333億。おいいね。333ということでね。はい、思ったよりも強かったな。やっぱ強いね。やっぱ強いね。たださ、俺これ一つ思ったんだけどさ、前さ、トリゼのさ、白神吹雪使ったじゃん。あれって何億出たんだろう。まあ、ちょっと動画のコメント欄で書いとくか、後で。これでさ、仮にさ、白髪吹雪、鳥勢の方が、水着の方がさ、仮に、別に鳥勢よかったわ。鳥勢の方がさ、伸びてたらちょっと悲しいよね。ってことでね。まあ、普通にシンプルに火力高いんでね、スコアタックでも、まあ、デカボに降ってくるし、使えると思いますので、皆さん使ってみてください。ってことでね。本日以上です。ご視聴ありがとうございました。須藤。